6大会連続でアジア大会総合2位を目標とする韓国選手団が、決戦の地イコールジャカルタに向けて出発した。キムソン・ジョ団長をはじめ本部人員に16人、テコンド、バトミントン、ゴルフ選手66人など韓国選手団の本団が15日午後、インチョン国際空港を通してインドネシアジャカルタに向かった。この日午後、 別便を利用して計に1 1 7人の韓国選手団が出発した。韓国は、今大会にスタッフ計に1 3 7人、選手807人など39種目マイナス1044人の選手が参加する。出国前、キム団長は、金メダル65個、総合2位の達成のためインドネシアへ向かう。堂々と、 風格ある選手団の姿をお見せしたいとし、日本が2020東京オリンピックを前に、今大会に多くを投資した。しかし我々はいつもしていたように準備し、大会に臨みたいと覚悟を明かした。また、国民は今回のアジア大会を通して、スポーツを超えた合同チームなど他の価値を望むだろう。それを忘れず、 大会に挑戦したいと強調した。